僕の名前はトム。フランス人で今は日本に住んでいる。だけど今日は恋人のイチコと帰省も兼ねたパリ旅行に来ていた。おい、あの客。ええ。ただ、僕の恋人は少しだけ変わっていて。日本の着物だ。ファッションに対するこだわりが少しばかり独特で、パリの高級ブランド店を歩く僕らは注目の的だった。だから言ったのに。時は少しだけ遡る。イチコと付き合っている僕は定期的にイチコとはデートをしていた。あそこのカフェ美味しそう。行ってみようよトム。ああそうだね。それにあのカフェならその格好も目立たないしね。へへ、可愛いでしょ。目立つって言ってるんだよイチコ。まあもう慣れたけどさ。イチコはとにかく着物が好きで、普段のデートでもしょっちゅう着物を着ていた。目立つのはみんな着物を着てないからだよ。いつか私は着物を着てても当たり前の世の中にするための世界一の着物屋を開くんだから、着物王に私はなる。海賊王みたいに言わないでよイチコ。ただ僕はそんなイチコが大好きだ。着物は事実似合ってるし、大きな夢を抱いているところも僕の理想の恋人と言っていいだろう。まあそんなところも可愛いんだけどね。さすがトム。あ、そういえばさ、来週パリ旅行じゃん。ああそうだね。どこ行くかもう決めた？ね、着物着てパリに行きたい。あまりの衝撃の一言に僕はお茶を盛大に吹き出した。いちこ、冗談が上手くなったね。さすがだよ。そういうところも可愛いよ。冗談じゃないよトム、マジ話だよ。だって考えてみなよイチコ。僕がさ、渋谷のスクランブル交差点をフランス貴族の正装で歩くようなもんだよ。イチコはそんな僕を見たい？見たい。超かっこいいじゃん。即答かよ。まあそういうところも可愛いけどさ、フランスファッションはね、ナチュラル思考なんだよ。派手すぎると浮いてしまうし、変な目で見られるかもしれない。何それ、おしゃれな国の代表のくせに閉鎖的。着物の海外展開のこと考えたらフランスでのリアクション知りたいじゃん。トムの感性なら分かってくれると思ったんだけどな。トム盆栽好きだし。盆栽は宇宙だよ。もう最高だ。このカーブを表現するには針金を。盆栽は好きだけど、それとこれとは別問題だよ。とにかく僕は反対だ。着物の君は素敵だけど、洋服でも問題ないくらい可愛いから。僕が言い終わる前にイチコは立ち上がった。もういいよ。おばあちゃんがくれた素敵な着物姿、トムにもトムの家族にもパリで見てもらいたかった。でもトムがそんな風に嫌な思いするなら、もういい、諦めるから。イチコ！そう言ってイチコは走って店を出てしまった。僕は最愛の恋人を泣かせてしまった自分を責めた。そう、僕はなんて最低な男なんだ。だけどパリで彼女が白い目で見られたくない。分かってくれイチコ。お客様、他のお客様のご迷惑になりますので。イチコ、お客様、大きな声はやめてください。お客様。そして旅行当日、僕らは飛行機を降り、無事にフランスへとたどり着いた。そのご滞在の目的は？観光です。サイトシーン。実家への帰省です。結局彼女は着物を着てフランスへと降り立った。イチコ、一応聞くけど、どうして着てくることにしたの？だって着物の店開くのにトムの反対なんかで着ないなんておかしいもん。仕事にするなら恥も外部もプライドなんて邪魔なだけ。なるほど。って相談したらネット掲示板でそう言われた。ネット掲示板で相談したの？結構みんな真剣に話聞いてくれたんだよ。
3チャンネルマジ最高。みんな頑張れって応援してくれてたんだ。いろいろな人がいるもんだな。そこで僕はとある提案をした。よし、いちこ、こうしよう。今日一日だ。今日一日、パリの街を歩いて、総合的に君が変な目で見られたら、僕の勝ち。一杯おごってもらおう。お、いいね。じゃあ私が変な目で見られなかったら、ルイ・ヴィトンの財布買って。え？なんか報酬釣り合ってなくない？トムが勝てばいい話じゃん。決まりね。そんな具合にやや強引に勝負の条件は決まり、時は冒頭へと戻る。さっきの店員さんのリアクションもあるし、悪いけどイチコ、ルイ・ヴィトンは諦めて。ちょっといいですか？フランスは濃い大きい街だ。魅力的な異性がいるのに声をかけないのは失礼と思う人もいる。きっとこの人も僕に魅力を感じて声をかけてきたんだろう。ごめんね、僕には素敵なガールフレンドが。いや、そういうのじゃなくて、あなたよあなた、めちゃくちゃ綺麗。ねえ、写真撮りましょう。カメラマンよろしく。その女性はイチコの着物に釘付けだった。私ですか？あなた以外に誰がいるのよ。女優さんか何か？てっきりこの女性が物好きだけかとも思ったけれど、その女性を皮切りに次々とイチコのところに人が殺到した。すごいですね、着物の絵柄がとても細かいです。どこで買ったの？ねえ、どこで買ったの？おばあちゃんがくれた50年前の。まあ宝物じゃない。お客様は貴族のご出身でしょうか？もういい、早く写真撮りましょう。あなた最高よ。僕の恋人、可愛いからまあ仕方ないか。さらに彼女はその店だけではなく、街中でも美術館でもカフェでもイチコは大人気で、一日中引っ張りだこだった。まるで芸能人になったみたい。おばあちゃんの着物最高ね。そうだね。まあ一日疲れただろうし、この店では落ち着いて美味しいお酒でも。何これ？あちらのお客様からです。君の瞳に乾杯。この日僕は映画でしか見たことのないシチュエーションとセリフを初めて聞き、そのバーでもイチコは一気に注目の的となった。本当に綺麗な着物だね。これがわびさびってやつかい？ありがとう、みんな褒めてくれて嬉しいな。どこかの頭の固いフランス人とは違って。マスター、テキーラショットで。お客様、飲みすぎです。イチコの人気はこれだけでとどまらず、僕の実家でも同様の事態が発生した。すごい。僕の妹ナタリーはイチコにくっついて離れなかった。お兄ちゃん、なんでお姫様の彼女がいるの教えてくれなかったの？着物だ。写真で見たのより100倍綺麗だ。ナタリー、お前そんなに着物好きだったの？初めて知ったよ。だってお兄ちゃん、こういう着物の良さとかわからないでしょ。そうなのよナタリーちゃん、お兄ちゃん着物着てパリ来るの反対してたからね。嘘、信じられない、こんなに可愛いのに。ごめんって。まさかタッグになって責められるとは思わなかった。よかったら着てみる？嘘、いいの？お姫様の服着ていいの？もちろん、ナタリーちゃんもお姫様みたいに可愛いからね。はーい。そして僕らのパリ旅行での対決は僕の乾杯となった。ナタリーちゃん着物似合ってたな、お人形さんみたいだった。イチコの着付けの技術もあるんじゃないかな。すごく綺麗になってたよ。ありがとう。私さ、着物なんて流行らないって昔結構バカにされてたんだ。着物を着るのもやめようって思ったこともあったよ。そんなことがあったんだ。でもねトム、こんな素敵な服があるのにそれを伝えていかないのはもったいないって思ったの。50年前の着物って言った時、長持ちなのねってみんな驚いてたけど、絹の着物って本当は劣化しやすいんだ。だからこれはおばあちゃんがすごく手入れをしてたってことなの。これを残してくれたおばあちゃんのためにも私は着物を続けたい。私は間違ってない、そう思ったの。そっか。
君の着物を否定するようなことを言って悪かったよ。じゃあイチコ、これは君にあげよう。君の勝利とおばあちゃんのハートに対してのプレゼントだ。え、ルイ・ヴィトン？いつの間に？冗談のつもりだったのに。武士に二言はないからね。君が日本の着物の文化を大切にしているように、僕は君や君のおばあちゃんを含む日本人の精神をリスペクトするよ。改めてだからね、イチコ。バーで他の男に言い寄られても僕のこと忘れないでよ。テレテレしすぎだよ、イチコ。最後くらいはかっこよく決めたかったが、我慢していた涙が溢れ出して止まらなかった。うわぁ、泣かないで泣かないで。ごめんってトム、大好きだからね、イチコ。お客様、他のお客様のご迷惑になりますので、イチコ。話聞かねえなこいつ。ちなみに余談だが、イチコがパリで着物姿で歩いている姿は少しだけ SNS 上で話題になった。これ発信してるアカウント、トム？もちろん。だって着物姿超可愛かったし。最初反対してたくせに。てかせめて一言言ってよ、恥ずかしいな。もう誰だって好きなものを着る権利はある。もちろん時と場合によるかもしれないが、僕は自分の意思を貫き着物の良さを海外に伝えようとしたイチコを心から尊敬している。